日本の浴衣を着用しております。こういったところが外国の方々から日本文化というところで非常に興味が、まず驚かなくて興味が、ね、女性の場合は外国の文化の上に花形、こういったものを着用して踊りますし、編み傘なんかをつけて踊る。そして息に動きやすいように女性も男性も少し人を絡めていく形で、めくって、動作がしやすいです。これがまた粋な形で、なっていきます、ね。そういうところで阿波踊り簡単ですのでね、よく二拍子の現実だと言われてますけれども、私ども新興業界では4拍4拍子のリズムというところを大事にやってございます。例えばトンと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 4拍子ですね。で、皆さん方に踊ってもらう前に、その4拍子をちょうど左右だけで割ってね、本当は硬い骨でも4拍子なんですけども、ちょうど割って1212というリズムを刻んでいただくことが一番、取り付けやすいかなと思いますので、その方法でお教えします。ちょっと留め木林やり物の浴衣、例えば踊りなんかで地型と申しますけども、阿波踊りの場合はやり物浴衣が奏でるお囃子の留め木林で、この留め木林をまずちょっと聞いていただきたい。それから横笛、今 B フラット管とか、白笛、いろいろ使ってますけれども、スネダイト、それからタメ、オーダイト、こういうご主人がまず、基本的な楽器となっています。ただ今でもそうですけれども、例によっては竹を切ってそのまま叩いていたり、樽を叩いていたり、ちょっと大正時代に遡ると、バイオリンなんかを奏でた踊りの人間もあったようでございます。そういった中で今、ドメキバヤシが来ました。このドメキバヤシに合わせて1212という手拍子をちょっと高く上げていただいて、ちょっと練習をしてみたいと思います。左手が出るときに左足が出ますよ。これはね、よく皆さん方は耳
に聞かれてると思います。でもそのことイコール歩くときと逆さまだと思いがちの人がたくさんいると思います。でこれがね、大きな間違いで阿波踊りを踊りづらくしています。でこれは普段は皆さん方何気なくこう逆の手と足が出てね歩いてるじゃないですか。この歩いてる部分で正解です。でこの歩いてる部分に小麦林がなってきますよね。こう歩いてるこう、どうして右手と右足違うじゃないかというと、下から手が出るから歩くときと一緒のように逆さまの手と足が出ますけれども、この手を今度上げて下ろしてくるときは絶対に同じ足と手が一緒になりますと、これは常識ですね。ですから下から手を上げていただいて、こう歩いてだんだん手を上げて、こう右手と右足は必ずしっかり、これは体をひねらず、こういうところが難波上司と言います。で先ほど赤坂の皆さん方が踊ってた難波上司ですね。体をひねらないは、これちょっといろいろ日本のように全て難波です。体をひねらないというところが重要ですね、ですからそこら辺をね勉強するためには、まず手同士でこう叩いて、その時にどんがどん僕がどうぞって言うと、例えば右足から出していきます。そこまでまず足まで行きましょうか。はい、右、左、右、左、右、左、足、足、足ですよ。右、右、椅子のままで結構ですよ。味わって帰っていただければというふうに思ってますのでね、最後まで、ご清聴いただくことを お願い申し上げまして、阿波踊り教室のご挨拶に帰っていきたいと思います。どうもありがとうございました。